はい、それでは本題でございます。初月への戦いと人心の乱ですね。とうとう私のスライドにも令和が入りましたですね。令和がね、今万葉集の講座も飯塚と小倉の方で始めておりまして、この前 YouTube に流れましたんで、お暇な時はご覧ください。また日本で唯一異色の論を展開しております。令和ってつきましたけど、日本で初めて当て字の言語、それから梅花歌、梅の花の歌、どっちかというと葬式に近い歌の群れだということを言っております。はい、さあこれで、最初は通説の人心の乱戦闘図で、もう皆さんの常識の中に刷り込まれていると思いますが、向こうの大和の国と近江の国の出来事だと言われておりますね。今日これ全部ひっくり返します。はい、人心の乱の舞台もここです。でこれはすでに西日本新聞の筑豊版で新説大和の文日本書紀というのを書きまして、もうその中ですでに紹介してありまして、皆さんの飛鳥時代の資料の、最初の飛鳥時代1のところにも出てると思います。宝光元年西暦591年以降のかつての福岡県はこういうふうに東西に2つの王朝が並立していましたよというのが私の和国豊国説で、私は決して筑紫を無視してはいないんですよ。最初神宮皇后の研究で最初に久留米に入ったぐらいなんですから。それで、和国本朝、こちらの側に宝光という年号を立てた随所大国伝に出てきます雨の足利志彦、後に日いずるところの天使と名乗った方が日本で一番最初の情報性を整えた都を建設されて、そこに高級七、六七百人という、妃を抱えたという、優れた、天皇天子が筑紫側にいらっしゃったわけです。全然否定しません。でその東側、豊前豊後豊の国に和国東朝という王朝がありましたよということを言っとるわけです。で随所大国伝によれば、廃政政がまず筑紫にやってきまして、それから道を変えて東に行って新王国に行ったとありますよね。でそれが日本書紀の推古天皇記者と出てきます。でそこで、例の椿一廃寺、椿市の巷に廃政政を迎えたという記録が日本書紀推古記にありますから、随所大国伝の新王国旗の大君の国は当然和国東朝側の出来事であります。だから筑紫と豊前、最低限この2つの王朝を考えないと全ては解けないというのが私の持論でございます。でこの時和国本朝の方が非常に大きくなりました。でそれは、和国東朝において、かつての和国東朝豊国において、蘇我氏と物部氏が争って、蘇我氏が勝って物部氏が負けたというその事件がありましたね。この時に筑紫物部氏の本拠地の古恩河湾、近江の国の物部氏たちが雨の足利志彦の側についてしまったんじゃなかろうかと。だから豊国が小さくなってしまって、筑紫の側、和国本朝の側が領土を広げたという可能性を今考えております。これが今回のキーポイントで、これが後の天智天武という、争いのところにつながってまいります。はい、まず蘇我氏のその滅亡のところから入ってまいります。一除名光玉天皇ということですね。最初は、この人ですね。はい、で、即位、します。そういったことが書いてありますが、蘇我恵美氏が大臣となり棺の位を定めようと欲すとありますね。もう本当に蘇我氏が、非常に幅を利かしております。
で除名天皇即位しまして、すぐに飛鳥岡本の宮、これ私は赤村の岡本光明八幡社の上に、この飛鳥岡本の宮があったんだろうと考えております。これがそうですね、飛鳥岡本の宮と思われます。これの恐ろしいところは、実はこのお宮はもともとは上に祀られたんですが、そこに姫王神が祀られてますね。やっぱ赤村は卑弥呼さんと関係する場所です。さあ、それから、631年ですね、百済の義地王が王子の褒章を人質として送ってきましたよ。この時は和国東朝の側と百済が付き合っておりますね。それから唐の公表人が何言わずに到着とあります。それから王子と霊を争い、朝命を述べずして帰るというこの記事は、これは和国本朝太宰府の側の出来事だろうと思われますね。したがってこの考えを入れていきますと、日本書紀に書かれてあることは和国の東西の王朝の出来事がごっちゃになってますから、これをきれいに分析して、もう段落ごとに事件ごとに区切って、どちらで起きたことかというのを整理していかなきゃいけなかったわけです本来。まあ、そういったことを今言うとります。それから田中の宮に移りました。田中の宮も田中交差点の近くにこの岩亀八幡神社があります。で、田川志士に見事に除名天皇時代に干潮したといいますか、これ除名天皇の2番目のお宮さんです。で、それから、10年ですね、除名の10年ですが、この時に上坂廃寺、発起寺近藤ですね、これ上坂廃寺だから、奈良県の発起寺はもともとここにあったんだろうと思われます。はい。で、この除名天皇が、伊予の国不時一文とされる、温泉記の中に書いてありますが、宮若市仙石郷にあったと私が言う伊予の温泉、だいたい古高いと分かれた原因これでしたね。伊予の仁木田の祝いの問題から来たんです。仁木田です。もう僕は倉手町の仁木田と言い続けたわけですね。もうこれで古高いと大喧嘩になって。古高い数千年、数千人対一人の戦いだったんですからね。この時味方してくれたのは九州古代史の会だけでした。はい。まあ、それで、こういうことが見直しで書いてありますが、拾い上げただけです。さあ、その除名天皇が亡くなった時にですね、ここに初めて東宮の平粕分けの巫女、つまり天智天皇が16歳で忍び事を言いましたよと、ここに登場しております。641年の時に16歳数えですよ。これが天智が初めて、日本書紀に出てくる場面でございますね。で、除名天皇は、滑谷の、丘の御捧げに葬られたとありまして、この、光明八幡がありますところのこの赤村大原の北側のところに滑谷という土地名があって、ここに古墳が3基残されております。だから最初はこのうちの一つに葬られたんだと思います。で、その後に改装されておりますがね、改装された結果、建徳寺1号墳の方に移された可能性があるんじゃないかと個人的には考えております。で、今ここに卑弥呼がいたんだよということも言っております。はい。それも私の流れの中では動かないところですね。さあ、そして、いよいよですね、雨の豊田から生かし日たらし姫のすめらみことが即位されますね。これが光玉天皇でございます。